エドウィン・ジェームズ・バークレーは西アフリカのリベリア共和国の政治家、詩人、作曲家、リベリアの第18代大統領。父親は国務長官だったアーネスト・バークレーで、おじはリベリア第14代大統領を務めたアーサー・バークレーである。バークレーの父方の祖父は1854年に西インド諸島のバルバドスからリベリアに渡った入植者だった。 1909年19歳の時に、リベリアの国家賛美歌、ローンスターフォーエバーを作曲している。ホイック党の党員として政治家になり、1920年チャールズ DB ・キング、大統領のも外務大臣や外交通商部官長を務める。しかし、1930年に、キング大統領と副大統領のアレン・アン・シーラ、政府交換が、現地部族の労働者を、 強制的に船積みにし、スペイン領、フェルナンドポートでのカカオ農園の強制労働として、奴隷貿易のような行為しているというスキャンダルが発生した。国際連盟が調査に乗り出し、このスキャンダル事件で、バークレーは国務長官を辞任し、キング大統領とアレンヤンシー副大統領が辞任に追い込まれる事態となり、大統領を辞任したキングの後継者として、 バークレーが大統領となった。調査を担当したクリスティーン会はリベリアは、有能かつ思いやりのある白人の統治に置かれるべきと、連盟に報告した。連盟の是正勧告を受けたバークレーは、現地部族の労働力の輸出や、強制労働を廃止し、ファイアストーン社と関係を築こうとした。翌年の1931年バークレーは、大統領として選ばれた。 バークレーは1864年作られたポートエリン法という国内での外国人の経済活動を制限する法を廃止し、1930年代はじめにドイツ、オランダ、デンマーク、ポーランドの投資家とコンセッション条約により調印した。しかし、1930年代の世界恐慌はリベリアの経済破綻の危機に陥った。 接続的な融資の返済は不可能な状態になり、ローン返済に追われていた。政府の検討のための銀行融資とファイアストン社から要請されていた。ローン返済のためにファイアストン社がやっていた訪韓外交を利用してアメリカと交渉しようとしたが、リベリアの内政干渉は受け入れられないとフランクリン・ルーズベルト大統領が拒否した。フランスやファイアストン社が リベリアの土地保有によるクーデター未遂事件を積極的に行動を起こし多くの土地を所有した。またドイツ主権の国際連盟がリベリアへの財政援助に乗り出した。これはリベリアの独立性を廃止しバークレー政権及びリベリア政府の主権を侵害するような国際連盟の支援計画であった。リベリアの案を受け入れることを拒否しアメリカなど主要国は バークレー政権の認識を撤回した。後に、バークレー大統領は国際連盟の提案されていた対策を実施し、1934年にフランクリン・ルーズベルト大統領のアメリカと外交関係を修復した。第二次世界大戦の1937年ドイツの投資家とコンセッション条約を結んでいたが国内でのナチス政権と批判され、アメリカの圧力により、 バークレー大統領はドイツの投資家との条約は撤回した。1942年にはアメリカと防衛条約を調印。1943年、ロバーツポートでのアメリカ軍の滑走路や港施設など建設され、1月27日フランクリーン・ルーズベルト大統領がカサブランカ会議後にリベリアに訪問し、バークレーが出迎えた。 またバークレーは5月27日にアメリカ議会の前に名誉ゲストとして表示される最初の黒人男性にもなった。1944年にバークレーは大統領職を引退し、ウィリアム・ VS ・ス・タブマンが後を引き継いだ。ありがとうございます。